おいす、こんにちは、アメリです。ということで、バレンタインイベントが始まりますので、こちらのベスト5決めていこうかなと思います。皆さんどうですかね、今年のバレンタインは。好きな子からもらえる本命チョコレートをダイヤ卵と例えるのであれば、女の子からもらえる義理チョコが金卵、男友達からもらえるチョコレートが銀卵って感じですかね。どうですかね、皆さん何卵ですかね。安定の銀ですかね。はい、ということで、やっていきましょう。はい、第5位はこちら、新キャラのノクタリアになります。バインドスキルプラス、風に対するスリープラ2つあって、回復エルジ10強が3つありますよと。超覚醒スキルプラス無効貫通5色攻撃強化となっております。回復エルジがあるので、スキルをまあ最高超覚醒込み7個潜在も含めてっていうことで、振ることができて、それでも10強3つ分の火力が出せるのでかなりいいのかなと。5色持ってるので、まあ多色で使ったら火力はさらに高くなっていく感じかなっていうところですね。多色運用もありかなと思います。スキル内容は14ターンスキルで3ターン間ランダムでルーレット1個生成します。盤面を76にしてくれますよ。その後はスキルが進化しまして、3ターンで打てるスキルになって、3ターンの間ルーレット、まあ、つまりルーレットループで、さらに2ターン後にダメージ吸収が1ターン発動しますよっていう感じですね。まあ場合によってはダメージ吸収もうまく刺さるのかなと。まあやっぱルーレットを最初からずっとループしてくれるようなキャラクターとしてはかなり優秀かなと思います。特に闇単色編成でも使いやすいので、まあその辺の評価は高いのかなっていう感じですね。やっぱ盤面ね、いっぱい欲しい編成結構多いからね、最近ね。なかなかいいキャラクターになってるんじゃないかなと。リーダースキルはチームのレアリティ全員違う場合、全パラメータが 4.6 倍です。闇回復の同時攻撃で攻撃が5倍の酸化酸の固定1ダメージ。自己完結できてて、まあ、ちょっと使いにくそうには見えますが、意外と組めるかなというところ。今回、バレンタインの秋音が分岐進化でね、闇の方で同じようなリーダースキル相性いいのもらってますので、まあその辺と合わせていくのが強いのかなっていう感じ。まあシンプルに全パラ 4.6 倍かかってしまえば、結構弱いキャラクター、それこそ最近、降臨とか、あとはダンジョンとかで落ちる、道中で落ちるキャラクターとかいるじゃないですか。ああいうキャラクターとか入れてあげてもね、全パラ 4.6 倍上がってあげたら結構強い。まあカイドウがいい例ですけど、結構強くなるんじゃないかなと思ってるので、意外といいリーダースキルを持ってる可能性もありますねということです。まあ主には僕はサブ評価が結構高いかなというところで今回は入れてますけど。で、アシスト進化1つ目です。無効貫通武器ですね。回復努力はあって指プラ12ターンで打てて、5ターンの間右上にルーレット1個先生、これはね、場合によってはかなり活躍するかもしれないね。で、操作時間2倍の2ターンダメージ激減というところで、ルーレット固定上書きってね、なかなか偉いからね。特にこういう、まあ、シバドラで使うか分かんないけど、シバドラって下段2列に作るじゃないですか。で、ルーレット上の方に作ってくれればね、それこそ便利だったりする。まあ言っても、じゃあコギムン使ってないやんっていう話になるから、まあ、じゃあ使わんかっていう感じなんですけど、まあ一応ね、右上1個だけ端っこルーレットっていうのは唯一無二かなっていうところで、まあ場合によっては役立つケースもありそうかなっていう感じですね。はい。で、もう一つの武器は7強回復努力強、闇列強化2つ。12ターン出てて、1ターンの間ランダムでルーレット1個先生の2ターンの間はダブル吸収無効です。まあ別にかなっていう。普通っていう感じの武器かなと思ってます。まあ本体性能がかなりいいキャラクターになっていますので、星が7ですかね。ちょっと、素引きするには可能性、確率が多分 3% ぐらいやればいいんじゃないかなって感じなんで、まあちょっと、とおみくじ程度に引いて出たらラッキーぐらいですけど、あんまり深追いはしたくないポジションのキャラクターにはなってるかなと思います。まあルーレット欲しいですからね。まあ欲しい方はちょっと引いてみてもいいかもね。はい、ということでノクタリア5位でした。4位いきましょう。はい、4位がイデアルですね。これね、めっちゃ分岐あるんで、めちゃめちゃこいついろんな色があるんだけど、まずは進化前赤色ね、火の方に関しては、バインド封印のスキルチャージの4色になったよね、これが3個とも。もともとこれ7強3つで8倍しか出なかったからね、それが42倍ぐらい出るようになったんかな。で、指プラ2つでスキルプラスありますよ。超覚醒 LG、チーム HP 強化、ドラゴンキラー、雲、操作負荷4色。めっちゃある。まあ4色つけてあげるっていうのが無難に強いかなっていうところですね。12ターンで打てるスキルで3ターンの間回復力が3倍、消せないドロップ覚醒無効全開からのロック解除全職人。スキルチャージがあるので、まあ実質6ターンぐらいで打っていけるスキルとなってます。まあ、覚醒無効からの陣はね、場合によって結構役立つケースある。例えば、多次元の有利者とかね、闇有利者が回復性無効からの盤面全毒花火とかやってくるので、まあああいう害悪な敵に関しては結構便利かなっていうところですね。あとは0次元のティフォンとかもそうだったかな。まあそんな感じで。リーダースキルは落ち込んなし、ドラゴンとバランスタイプのズミパラメータが2倍、4色以上でダメージを半減し、攻撃が12倍、2か3と24倍。まあ普通かなって感じですね。まあ、コンボ現象とかが最近はきつくなってきてるので、ちょっと2か3だと弱いような感じもしますが、まあ多次元とかには適正度があるかなっていう印象です。はい、次闇分岐いきましょう。闇分岐に関しては覚醒は一緒かな、全く一緒だったかな、これ。
一緒っぽそう。ちょっと今端末で見比べてますけど、多分全く覚醒は一緒なのかなっていう印象です。で、ジュリダンスキルでこっち操作時間のエンハンスになってますよって感じで、あとはリーダースキルが落ち込んなしで、こっちは26倍出てて固定1ダメージになってますよと。まあ合わせて使ってくださいねという性能ですね。はい、まあサブに1枚入れる分にもね、覚醒無効解除の枠として結構強かったりするので、多色編成には便利なサブにはなってくるかなと思います。で、光属性の方、光に関しては、バインドスキルプラス封印指プラス2つガードブレイク5色2つに十字で、聴覚性は変わらずという感じになってます。こっちは5色でもね火力を出していくよと。で、スキルが6ターンになりました。消せないドロップ、バインド、バインドはなかった、消せないドロップと覚醒無効の全回復と全職人って感じですね。スキルチャージがこちらないので、まあ、素で6ターンやっていく。さっきのはスキルチャージ生かしてだったんですけど、なのでまあ5色でも結局覚醒に持っちゃってるから5色で決めていくので、まあどっちもどっちって感じかもしれないけど、一応スキルチャージを生かさなくても6ターン溜まるような方がこっちね。ただし操作時間とかそういうなんかプラスアルファのエンハンスはないよみたいな感じですね。で、リーダースキル落ち込んなしなんだけど、ドラゴンタイプ全パラメーター2倍の5色で半減し、攻撃15倍なんで、一番倍率が高いです、これ。30倍出ます。で、3加算します。まあ、リーダーとしてはかなりこいつはいい性能持ってるかな。結構30倍ってなるとでかいからね。うん、なかなかいいキャラクターかなと。まあ、こっちもサブでもね、普通に火力出しながらの覚醒無効解除枠として入れることができるのでいいんじゃないでしょうかという感じですね。まあ、これは使い分けですね、携帯によって。まあ、闇と光とか結構、闇、光、火全部使えるかなと思いますので、なかなかいいかな。で、アシスト進化1個目、スキル回復努力を指プラ2つのちっちゃい回復強化、普通の回復強化が2つあって、12ターンで打てるスキルで据え置きと。うん、まあなくてもなんとかって感じですね。で、次ショコラの方ですね。封印チーム HP にこのクモの L 字ですね。まあ覚醒は結構いいかなと思いますね。たまに採用したりしますね、これ封印武器として。13ターンスキルで3ターンの間ダメージを激減し、回復と操作時間が2倍し、時短10ターンの間、ロック状態で落ちてくるよという感じになっております。このさ、レベル1でね、あのマックスレベルのやつが特殊ダンジョンで素で生かされたことがあったので、その辺怖いよねという感じ。結構使ってる人いたよね、こういうレベル1で最大だから育成の必要がないキャラクターで HP 最初から高いから、こういうショコラとかを素で入れるっていう編成が特殊ダンジョンで意外と使われたりしちゃうんで、そういう特殊な使い方もあるかもしれないからね、この辺はいいかなと思いました。はい、で次が、闇の方のショコラですかね。スキブチーム HP 強化 L 字という感じです。で、12ターンでスキルは据え置きという感じになってます。まあまあ普通ですねって感じかな。で、もう一個の武器に関してはドラゴンタイプ不要の5色の封印2個、まあこれは結構いいかな。封印枯渇する多色パンに対しては結構活躍しそうで、6ターンでスキルは据え置きという感じ。まあ光の武器が結構いい、あとは火のショコラ結構便利そうっていう感じかな。で、本体がそもそも結構強かったりするので、まあ1体ぐらい持っておいても損はないキャラになってるんじゃないかなと思います。はい、ということでイデアルが4位でした。続いて3位いきましょう。はい、3位が新キャラのディーナですね。確定購入は3600円だよね。まあいつもの傾向でいくと。ちょっと見てないんですけど、値段は。で、性能がバインドスキブ4つあって、封印あって、指プラあって、無効感あって、10強3つ、聴覚性スキブプラス3色5色ですね。で、ステータスはまあまあ普通かなと。スキルが1ターンで、1ターンの間回復力 1.5 倍の全ドロップ6。です。まあスキルに対して僕はそこまですごい強みを見出してるわけではないんですけど、まあ回復力上げれるのは上書きとしてはいいかなと。ロックに関してはまあ相当うざいルーレットでもない限り、まあ別にそんな気にならないかなと思いますね。例えばあのサンダルフォンだったっけ、あいつ転生かなんかのね、なんかチャレダン級ぐらい出てきそうな全部ルーレットやりますみたいなまあああいうのが出たらうざいけどねっていう話ではあるけど、まあ別にって感じかな。で、まあクルセイダーとか上につけてあげてね、そういう枠として使ってあげるっていうのも普通に強いかなと。10強3つに5色なので火力はね500何倍とか確か出るんじゃなかったかなっていうところで、でさらに武器でね、まあ3色でも4色でも5色でもなんかつけてあげたら、さらに火力が3000倍とかそういうところになってくるので、4桁の倍率を出していくことが可能になるので、もう火力枠としてはめっちゃ使いやすいかなと。無効貫通をどう生かすかはちょっと今のところ見て編成によりけり、でも多色で使ってあげるのが一番強いんじゃないかなという印象ですね。リーダースキルは3色2色プラス回復でダメージを半減し、攻撃24倍の3加算10コンボ以上でダメージを半減し、固定1ダメージ、火力というか、まあ、思いっきり攻撃しないと、半減が晴れないので、そこがちょっと弱くは感じちゃうかも。耐久ができない。うん。
火力出さずに耐久っていうのができないんですよ。10強3つ素で持ってるから10コンボしたら自分火力絶対出ちゃうんですよね。なんでどうしても火力が抑えられないところがあるかなとは思いましたね。5色攻撃強化とかは抑えれると思うけど、ちょっとその辺は難しくなってきそう。ただまあ2色プラス回復で条件は結構緩いので、実質あの5色系の多色編成にしなくても使えるっていうのがこいつの強みにはなってくるんじゃないかなと思います。で、アシスト進化1個目、スキブチーム回復3つ、泥強火でプラスで2つですね。まあ覚醒結構強いよね。18ターンで3ターンヘイストと、あと5ターン3コンボ加算と自分エハ3倍で、まあ内容もどの編成でも使えそうな内容を持っておるので、うん、武器は結構強いなっていうところですね。武器目当てでも欲しくはなるかもしんないねって感じ。で、もう一個の武器に関しては、チーム HP3 つに3色ですね。これもまた強いな。チーム HP3 つに3色はないかな。無効貫通だったり、十字消しだったりはね、今回あの、キルバーンとか、あとは十字はブルックとか、まあ攻撃覚醒はそんなところはあったりするんですが、まあ3色ついてて普通にいろんな編成で使いやすいかなと。スキルは多分、もともと6ターンだと思う。そこからの5上げかなと思っているので、まあ1ターンではないだろうというところで、まあ、たまりやすくはあるけども、っていう感じ。うん。まあ、覚醒はかなり強いので変身キャラクターとかにつけてあげるのでも強いんじゃないかなと思います。はい、最近進化した雷神とかをさ2枚素で入れてあげたらね、あいつ雷神確か木と光だったような気がするので、その辺で色埋めも綺麗にできて結構使いやすいリーダーになってくれるんじゃないかなとも思ってますので、まあ、ディーナ、ただちょっとね確定購入すぐ買うは待ってもいいかもしれないね。あのもう俺は絶対何が何でも弱いだろうが強いだろうが関係なく買うっていう人は止めないんですけども、ちょっと一旦待った方がいいかも。11周年も控えてますから、ちょっとまあ最終日あたりまでディーナの評価は待ってもいいかも。最終考察でまたディーナの話はすると思うし、実際に使った動画も出すとは思うので、一旦ね待ってもらった方がまあいいかもしれないかなっていう感じですね。うん、強いことは強いと思うんだけどね、ちょっと使いやすさとかは実際に使ってみてかなというところです。はい、ということでディーナ3位としております。続いてみましょう。はい、第2位がアリナですね。新しく闇分岐をもらったキャラクターです。まず火の方はバインドスキルプラス封印指プラ回復泥強プラスで2つあって無効貫7強が2つ、聴覚性はスキルプラス7強回復泥強の無効貫通。まあちょっと火力が弱いので回復力でねしっかりサポートしてほしいねっていう枠になるかな。スキル内容は5ターンスキルです。消せないドロップバインド覚醒無効の全回復ドロップロック解除から火と回復以外から火をね6個生成してくれますので、まあ火のパーティーで使ってあげるのがかなり相性がいいんじゃないかなっていうところ、もしくはねまあ火を何かしらの変換色に変えるよみたいな編成で、まあ、機変性とかでも使ってもいいし、最近はもう副属性変えるのも全然ありだから、副属性変えて無理やり変な枠で使うっていうのもありかもしんないけどね。でリーダースキルは火を6個以上つなげて消すとダメージを 60% 軽減、攻撃が26倍2加3の火域の同時攻撃ダメージを 35% 軽減なので合計が 74% 軽減で固定1ダメージ、まあ自己完結してるコンボ加3固定ダメージ型というところですね。まあ火を6個つなげるだけだったら結構緩いんですが、ちょっと木も求められちゃうので少しきつく感じる人もいるかなと思います。まあリーダーとして運用するケースはあんまりないと思いますので、まあサポートとして使うケースはあるかもだけど、まあ言ってもね出番あんまりないと思いますこのキャラクター。登場時からそこまで言うほど出番がなかったので無理して使うほどのキャラクターではないかなっていう印象ですね。ただ今回の闇分岐に関してはちょっと話が変わってきました。バインドスキルプラス封印耐性回復泥強プラスで2つ、10強3つに L 字持ってます。聴覚性は変わらないよっていう感じで、まあ無効貫通をつけて火力を出すもよしで、スキブ4つ持ちでもサポートで回復力も盛るもよしって感じですけど、うん、L 字持ってるからアシスト無効とかも返せる、あの潜在もつけれるしで、もう火力もかなり出るし、副属性火なので、まあ言ったら属性的な相性で言うと仮面ライダーウィザードとかが結構相性いいかな。あとはあいつ誰だったっけ、アウラか、アウラだアウラですね。アウラとかとも相性はいいかなという印象は受けますねっていう感じかな。うん、まあそんなところで、スキル内容は消せない覚醒無効バインド回復が5ターン、これ変わらない。でこっちは1ターン後に属性吸収を無効化してくれるので、これはねこれでうまくハマるケースあるかなと思います。こいつ1枠でだから結構できるよね。回復力漏れて火力も出せて、まあ L 字でなんだったらロック目覚め対策やアシスト無効の潜在もつけれて、覚醒無効とかも解除できて、属性吸収の無効もねまあできるよみたいな感じになってるので、結構1人でできる役割が多いので、まあいろんな編成で使えるかな。別に闇単色じゃなくてもいいと思うし、多色とかにもまあ突っ込めると思うしっていうところで、まあかなりいいキャラクターになってくるかなと思うので、アリナはちょっと欲しくなっちゃう性能かなと。
リーダースキルはチームのリアリティが全員違えば HP が 4.8 倍。回復力が漏れないので自身の覚醒とか回復ドロップ強化でどうにかしてねって感じ。闇回復の同時攻撃で攻撃が20倍なのに五加三と。五加三は強いね。コンボ減少とかの対策としても結構強いかなと。ノクタリアが全パラメーター上げてくれているので、まあ片側の HP 倍率が上がる分だけだったら、まあ回復力でどうにかこうにかごまかせるかなと思いますので、まあノクタリアと組み合わせてリーダー運用っていうのも全然ありなんじゃないかなと思います。ありのだけに。はい、ということで、アシスト進化1つ目、回復ドロー強があって、比列強化が4つ、で、枝豆ありますよと。で、スキルは据え置きでしたね。スキルは据え置きですね。うん。まあ、まあ、別にかなって思いますけど。で、もう1個、ショコラの方は、バインド十字、比列強3つ、雲っていう感じです。うん。まあ、比列強で、攻略で使っていく編成にはいいのかなって感じですけど。サンジ君しか思い浮かばんわ。15ターンスキルで消せないドロップバインド覚醒無効の全回復の3段ダメージ激減。スキル内容は強いな。スキル内容での採用あるかもしれないねっていう感じで、アシスト進化闇の方のショコラは闇服属性付与の自動回復プラで3つ6000回復よね。これなので結構いいかなこれはね。で50倍化強化ありますよっていう感じ。まあ、これは綺麗にはまりそうじゃない。50倍化強化で自動回復でうまく回復しながらっていうので武器は意外と出回るかもしれないですね。これ5ターンスキルでスキルは据え置きという感じになっております。まあ闇がとにかく強いね。アリナはね。うん。なのでもう闇分岐として一体ちょっと持っておきたいような性能になってくるかなと思います。まあ無理して手に入れろとまではギリいかないかなって感じですけど、持っておくと結構便利なキャラかなというところですね。はい、ということでアリナが第2位でした。最後ね1位いきましょう。はい、最後1位はアキネですね。まあここは安定かなと。アキネはね持っておいた方がいいと思うわ。バインドスキブが4つあって、スキルチャージプラスであって、ガードブレイク4色10強10強 2A プラス、聴覚性が暗闇か毒かお邪魔をか、まあ、全部あるわ。雲も操作か耐性どれかしら貫封できて、でさらには4色もつけれると。火力覚醒もねめっちゃ上がったね。7強10強とかだったんだけどもう全部10強にされた。うん、でしかも 2A もプラスになって4色もあってっていう感じで火力覚醒だいぶ上がっておりますので、普通に火力枠になれます。で18ターンスキルでこいつは2ターンの間無効貫通して自分へ走って6回時からの贅色陣スキルチャージプラスであるので、まあ実質これ6ターンで打てるよみたいな感じになってます。まあ多色編成無効貫通潜在とかねつける必要があったりするんですが、アキネオスで入れて無効貫通スキルでやっていくっていうのは全然強いと思う。うん、これハイスペックキャラだよね。うん、これも強いし、で安定のあの木の方ね、一番多分人気なんですけど、この木がバインドスキルスキルチャージのこれ変わらんわ。覚醒、はい、覚醒変わりません。でスキル内容が18ターンで3ターンの間ダブル吸収無効です。で全職人強すぎ強すぎるこれは。うん、正月リージェとかはもちろんね役割的には似てるかもしれないんだけど、まあこっちはねやっぱ、まあ、継続ターンこそ短いけども火力がまあ高いんよね火力高い、スキブ多いで編成にめちゃくちゃ入れやすい。あと貴族性っていう枠を埋めてくれるのがまた強かったりするんですよね。で、リーダースキルは操作時間10秒固定でドラゴンタイプ全パラメーター2倍の4色以上でダメージを半減13倍固定1ダメージ。さっきの火の方俺リーダースキル触れてなかったけど、さっきは4加3ですね。さっきのアキネが4加3でこっちが固定ダメージ打つよっていう感じです。まあ合わせて使ってねみたいな性能にはなってるかなと思いますが、まあアキネはサブ運用でかなり強いので、まあ1枚持っておきたいかな。多色が結構強い時代なので今でも、うん、まあこれは欲しくなっちゃうね。交換可能だったよね、アキネはね、確かね。なので、まあ交換可能であれば、ぜひ1体はちょっと交換しとってもいいんじゃないかなっていう性能です。で、水分岐の方に関しては、これは覚醒変わってるわ。バインドスキブ4つ、封印ガードブレイク、ここまで一緒かな。で、5色が3つの 2A プラスですね。聴覚性はまあ一緒という感じになっておりまして、こっちはね、スキルチャージないので、12ターンでそのままね、素で貯めていくような性能にはなってますよっていう感じです。まあその代わり5色で火力を出していけるような感じになってますよっていう、うん、まあただ水はあんまり使わないかな。まあ木が一番使うかなって感じ。木の後に火が結構使われてる印象を受けるかなっていう感じですね。はい、そんな感じです。リーダースキルは操作時間10秒固定のドラゴンタイプ全パラ2倍の5色で半減、攻撃15倍でこっちも30倍出してるわ。で固定1ダメージっていう感じですね。なんかあの光のイデアルと同じような印象を受けますけど、まあそんな感じになってます。まあ水よりは木の方が結構いいかなという印象です。で、アシスト進化。これもまた多いな、形態がね。まず火の方は 2A プラ、ドロッキョ火でプラス、雲耐性バインド。バインド 2A 漏れるのはいいんじゃないかな。で、13ターンスキルは、受けるダメージ3ターン半減、無効貫通。わー、全職人強いですね。うん、スキルも強いし、覚醒も結構いいので、まあ、全然使うケースありそう。ショコラに関しては、チーム HP 強化2つ、で、ドロッキョプラスで2つ、LG 指プラ。うん、普通に覚醒強いと。
で18ターンで2ターン無効貫通、これは好きです。据え置きですね。うん、いや覚醒いいね。泥鏡漏れて、ユルジョン漏れて、チーム HP 漏れて、ついでに指も漏れると、うん、武器としても全然使い道がありそうで、木の分岐木の武器に関してはスキブ封印チーム回復3つですね。スキブ封印持ってて、まあ、チーム回復でステマ上げれるのなかなかいいかなと。で3ターンでダブル吸収無効できるので、まあ、吸収無効武器で封印欲しいなみたいなケースに採用あるかなっていう印象です。で、水の分岐に関しては4色追撃指プラっていう感じですね。でこっちも吸収無効なので、まあ4色でついでに吸収無効も欲しいなみたいなケースがあれば、まあ、追撃はもしかしたらね、追撃洗剤で役に立つケースはあるかもですけどね。まあそもそも本体がかなり強いので、アキネはちょっと持っておきたいね一体はっていうキャラになってます。はい、まあ交換できる弾余裕あるよみたいな人はぜひね一体交換して持っておきましょうっていうところですね。ということで今回アキネが1位でした。以上、あの新キャラクターの右側リダチェンのリー、あの辺も採用したかったんだけど、ちょっと他にも優秀なキャラクターがいろいろいたのでこういう順位になってます。リーももちろんね星6でかなり優秀なので、あれは欲しい人は欲しいかな。うん、片側サレーネで0次元とか周回したい人はちょっと欲しくなっちゃうようなキャラになるんじゃないかなとは予想しております。はい、まあそんな感じですね。とりあえずバレンタインキャラクター、まあ暫定ですけどもベスト5こんな感じになりました。もし参考になったよって方はね、高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。また、使ってみて、自己評価もしていこうと思いますので、そちらもね参考にしていただければなと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。